お客様に繰り返しご案内いたします。まもなくこちらの2回目ガラス面におきましてベルガの不思議な魚の食べ方を行っていきます。こちらのイベント皆様から向かって左側のこちらのガラス面の前で行っていきます。右側のガラス面の前からはイベントをご覧いただくことはできませんのでご了承ください。そして本日たくさんのお客様にお越しいただいております。なるべく多くのお客様にご覧いただくために座ってのご観覧をお願いしております。立ち見をご希望のお客様は一番後ろの最後列からご観覧ください。そして先ほど前の方のお客様にはご協力いただいたのですが、後ろの方のお客様少しずつ前に詰めていただいてもよろしいでしょうか。皆様のご理解とご協力どうぞよろしくお願いいたします。そしてベルーガたちのお写真たくさん撮っていただきたいのですが、フラッシュが光るとベルーガたち驚いてしまうことがありますので、フラッシュは光らない設定での写真撮影にご協力をお願いいたします。さあそれではイベント開始の時間となりましたので、イベント始めていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは今回のイベントに参加してくれるベルーガたちについて簡単にご紹介していきたいと思います。ベルーガは寒い北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ・クジラの仲間です。体の色が真っ白なことから白イルカとも呼ばれたりしています。そして皆様から向かって左側のモニターには3回目でのベルーガたちのトレーニングの様子が映し出されています。今回イベントに参加してくれるのは2頭のベルーガたちです。それでは1頭ずつ順番にこちらに呼んでいきたいと思います。まず初めにやってきてくれるのはメスのベルーガで、名前をグレイと言います。さあグレイにこちらにやってきてもらいましょう。グレイこっちだよ。そう上手だね。さあグレイやってきてくれました。くるくると回転して皆様にご挨拶です。上手に回転してくれています。グレイは推定年齢24歳のメスのベルーガです。そして体の周りには唐草模様のような模様があることが特徴の一つなんです。さあ挨拶しよう。こんにちは。上手に胸びれを振って皆様にご挨拶してくれました。さあグレイとても上手に挨拶できたね。戻ってもらいます。さあそして続いてご紹介するのは今来てくれたグレイの息子のベルーガです。それではその息子のベルーガにもこちらにやってきてもらいたいと思います。こっちだよ。さあとてもゆっくりやってきてくれました。グレイと比べて少し小柄なこちらのベルーガ、オスのベルーガで名前をミライと言います。皆さんこんにちは。上手にうなずいて挨拶してくれています。ミライの誕生日は8月2日、現在11歳のオスのベルーガです。まあ上手だね。さあ口開けてプルプル。さあ皆様ミライの口元ご注目ください。ベルーガたち口元は柔らかい筋肉でできています。この柔らかい口元の筋肉、後でとっても重要になってきます。皆さん覚えておいてくださいね。覚えておいてね。さあミライもとても上手に挨拶することができました。戻ってもらいます。さあ今回はこの親子のベルーガにイベントを頑張っていってもらいたいと思います。それではここからはそんなベルーガたちの本日の本題について入っていきたいと思います。今日お話ししていく内容はベルーガたちの不思議な魚の食べ方についてです。ベルーガたちは野生ではエビ、イカ、タコ、カニなどおよそ50種類から100種類もの生き物を食べていると言われているんです。そしてこの他にもイカナゴという魚を食べています。このイカナゴという魚、少し変わった習性を持っている魚なんです。こちらのパネルを使って皆様に説明していきたいと思います。ベルーガたち何やら水の底の方を見ていますが、この砂の底にはイカナゴがいます。イカナゴ、この砂の中に隠れるという少し変わった習性を持っている魚なんです。
ですが砂の中に隠れているイカナゴ、ベルーガたちは一体どのようにして食べていると思いますか？今日はそんなベルーガたちの不思議な魚の食べ方を皆様に実際に見ていただきたいと思います。実際に砂と生きた魚を準備するのは少し難しいため、本日は実験装置を使って皆様にその魚の食べ方を見ていただきたいと思います。さあ、それでは実験装置下ろしてください。今日はイカナゴの代わりにシシャモという魚を使って実験を行っていきます。さあ、何やら実験装置降りてきましたね。実はこれ飼育員の手作りなんです。筒は70センチくらいあります。もちろんベルーガたちそこに口がつくことはありません。ですが一体どのようにして魚を食べていくのでしょうか。さあ、それではまずは未来にこちらに来てもらって、その不思議な魚の食べ方を見せてもらいたいと思います。それだからサインが出され未来がやってきてくれます。さあ、皆様未来の口元にご注目ください。よいしょ、いかがでしょうか。未来上手に魚を食べてくれています。一体どのようにして食べているか分かりますか。さあ、器用に魚を食べてくれています。よいしょ。さあ、今吸っているという声が聞こえてきたんですが、実はその通りなんです。未来魚を吸い込んで食べています。ですが魚を吸い込む前にある行動をしているんですね。皆様わかりますか。さあ、今この行動ですね、皆様わかりますか。さあ、もう一度いきましたね。わかりますか皆さん。さあ、わかりますという声が聞こえてきました。答えがわかったらぜひどんどん発言してみてくださいね。バッチリ拾いますよ。さあ、未来が気が済んだようなので、ここからはグレイに残りの魚を食べてもらいたいと思います。さあ、わかった人どんどん答え言ってみてくださいね。よいしょ。さあ、グレイの方が力強いですね。さあ、今吹きかけているという声が聞こえてきました。大正解です。実は吸い込む前にグレイ魚に水を吹きかけて舞い上がってきた魚を食べているんです。お見事です。さあ、グレイ少し魚残っていますが戻ってしまいましたね。マイペースなベルガでした。さあ、少し魚残っていますが筒は上げてもらって大丈夫です。さあ、実験装置上がっていきました。皆様いかがでしたでしょうか。ベルーガたちはこのように野生でも餌の生き物に向かって水を吹きかけ、驚いて出てきたところを吸い込んで食べているんです。そしてベルーガたち、この柔らかい口元の筋肉を使って水鉄砲のように水を吹き飛ばすこともできます。今3回目の方ではベルーガたち器用に水吹き披露してくれています。ベルーガたち一度に約2リットルもの水を吸い込むことができると言われているんです。さあ、皆様ベルーガたちの魚の食べ方いかがでしたでしょうか。ここからは最後にそんな柔らかい口元の筋肉を生かしたベルーガならではの特技を未来に披露してもらいたいと思います。未来に披露してもらうのはバブルウィングです。さあ、未来こちらにやってきてもらいましょう。未来こっちだよ。ゆっくりこっちにやってきてくれました。そう、上手だね。さあ、それでは皆様未来の口元にご注目ください。息を合わせていくよ。よいしょ。さあ、綺麗にバブルリング作ることができました。上手だね未来。さあ、こっちのお客様の前でも行こうか。皆さん行きますよ。よいしょ。未来とても上手だね。バッチリ決めることができました。上手だったよ。さ
未来とっても上手にバブルリングを作ることができましたので戻ってもらいましょう。ありがとう。さあ皆様、未来のバブルリングいかがでしたでしょうか。それでは最後にもう一頭のベルーガ、グレイに先ほどとは違ったもう一つのリング、頭の上にある鼻から出すエンジェルリングに挑戦してもらいたいと思います。さあそれではグレイ、こっちにやってきてもらいましょう。こちらよ。さあグレイ、お母さんらしくかっこいいとこ見せようね。よいしょ。じゃあ息を整えていくよ。皆さんグレイの頭の上にご注目ください。よいしょ。おお、綺麗なエンジェルリングできてるね。上手。いいね、上手にできてるよ。さあ息を整えて呼吸に行っちゃいましたね。自分で勝手に呼吸に行っちゃいました。とてもマイペースなベルーガですね。気が済みましたか。一旦送り直してもらいます。さあお母さんらしくかっこいいところを見せてもらいたかったんですが、ちょっとマイペースなところ出てしまいましたね。さあもう一度気を取り直してグレイ、こっちだよ、こっちだよ。そう、上手だね。もう一回いくよ。大丈夫かな。よし、息を揃えていくよ。よいしょ。とっても綺麗なエンジェルリング作ることができました。皆さん写真バッチリですか。バッチリだね。さあグレイがかっこよくエンジェルリングを最後に決めてくれたところで、これでベルーガ不思議な魚の食べ方は終了とさせていただきます。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。グレイとても上手だったよ。グレイが最後に決めてくれたところで戻ってもらいます。これでイベントは終了とさせていただきます。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。こちらに並べましたマットは皆様から向かって右側の箱の中に片付けていただきますようお願いいたします。その後も名古屋港水族館では様々なイベントをご用意しております。ごゆっくりお楽しみください。